どうもソプラビットのタセと春人です。普段はメジャーデビューもしているバンドマンですが、視聴者または視聴者の知人が実際に体験した怖いお話、お願いします。このコーナーでは視聴者またはその知人が実際に体験した怖いお話を送ってもらっています。全然尽きない。いや、ね、やってる最中もバンバン来るね。リアルタイムで、リアルタイムで統計取れるよな、こういう人はこういうのがみたいな。では行きましょう。今回の怖いお話、一人目、ハイダニかな、ハイダニの嫁さんから届いた怖いお話。いつも楽しく動画を見させていただいています。私も父も霊感がある人で、父はズバ抜けてすごいのか、そっちに行くと危ない、いや夢でおばあちゃんが出てきて嫌な感じがすると言って、祖母の家に行ったら倒れて入院したりと、霊感がかなり強い父親です。そんな父親から聞いたお話です。父の地元である大阪府某所に呪いの90人、おそらくキューピーかな、キューピー人形と言われるものがある場所に友達4人と面白半分で行ったところ、本当にキューピー人形があり、若気の至りもあったのか、友達の一人がキューピー人形を蹴ってしまい、父や他の友人も蹴るのはやばい、戻せと言ったのですが、そのまま帰ってしまったらしく、次の日も同じメンバーで遊ぼうぜとなり、キューピー人形を蹴っていた友達に連絡をしたら、高熱が出て動けないと言われて、もしかしてと思い、父を含め蹴った友人や他の友達たちとキューピー人形のもとにお供え物を持ち、再度足を運び、倒れていたはずのキューピー人形を見たら、元通りの場所に戻っていた。みんな驚いたみたいです。持ってきたお供え物をし、行ったメンバー全員ですいませんでしたと頭を下げて謝罪をすると、人形を蹴った友人の熱は下がり、面白半分に心霊スポットには行かない方がいいと父に言われた怖いお話です。なんでキューピー人形なんだろう。例えばちっちゃい子がそれを大事に遊んでてとかって思いがこもってるのかな、うん、自分らの親とかと考えたらさ、熱出たからちょっと謝り行こうって親とかと一緒になる発想すごいよ、ね、すごいよ。だから霊感ありきの発想だもんね、うん、俺らもだから無意識に心霊スポットとか行って、その人形とか踏んだりしたらやばいわけでしょ。それこそお地蔵さんの話ありましたけど、間違えてお地蔵は踏まんやん。いやいや踏まんけどそのね、おしっこかけたら、あ、はい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 、死んだ話もあるけど、うん、マジ気をつけた方がいいよね、本当に。ふわるふざけはやばい。そうだね。だからそういう、だから魂が宿りやすい人間の形をしたものは、皆さんも気をつけてください。うん、続きまして、匿名希望の方から届いたテレビに拒否られた映像のお話です。小学校の先生から教えてもらったお話です。私の住む県で有名な心霊スポット、一応僕らには来てます、橋があります。先生の息子 A は仲のいい B 君と一緒に霊が映るのか検証しようとビデオ片手に夜中のその橋に行ったそうです。今は自殺者の多い橋で、鉄格子がとても高くそびえ、昼間でも嫌だなぁと思うほどですが、その当時はさほど高くなく、すぐ人が飛び込める高さでした。A と B 君はビデオを橋の入り口に立てて肉眼で観察していましたが、何も起こらなかった、つまんない、などと言いながら B 君の住む家に帰りました。B 君の家でビデオを見ることにすると、そこには白いドレスを着た典型的な幽霊がおり、映ってるぞなんて最初は喜んだようですが、その白いドレスの方が何度も何度も橋から落ち、次第にドレスは赤く染まっていったようです。怖くなった二人は、 B 君は2階の自分の部屋、 A は客室で眠りについたそうです。翌朝 B 君の母に起こされた A は、 B が起きないとの言葉で2階に上がると、呼吸が変になっていたとのことです。その後 B 君は入院したそうです。 A は怖くなり、某心霊番組にビデオを送ったのですが、放送できない、またこれは手元にあってはならないとのことで供養されたそうです。ああああ
やでもテレビ側もさよく断ったね。俺らがテレビマンやったら美味しすぎるよ、うん、けどねこれ本当にクレーム入るらしくて、うん、本物の映像を流したらなんでいけないかっていうと本当に霊感ある人のところに飛んじゃうらしいの霊って。だから簡単に垂れ流せないらしい。あのマジでクレームめっちゃ来るんだって。そのテレビマンが、うん、あーこれマジやな本物やって思うやつをまあ一回流そうっつって流すともう全国の本物の霊が見える人から、うん、いやもういい加減しろよクレーム来るんだもうおかしいこと起きまくってんだって来るからやめてるらしい。じゃあちょっと作り物チックってことだからいや嘘に需要があるんだって。あー嘘だからあーなるほど何も起きないから人に対して、まあ、それかそれを再現したりとかね。そうなるほどなるほど。続きましてトイレトイレさんから届いた声をしたもの怖い話送らせていただきます。友達とお泊まりをしている時夜中セブンに行こうってなって外に行きなんとなく写真を撮ろうとなって石にスマホを立てて撮りました。その写真を見たらどう見てもピースをしているようにしか見えないものが写っていました。ビビりながらも草とかが写ったのかなと思って草があるところをわざと何回か撮ってみたのですがピースのようには写らなくて一気に鳥肌が立って逃げました。怖いです。トイレに行きたいです。実際の写真来ております。それはこちら。何これピースよ。フラッシュを焚いて夜中だから、うん、だから地面にある石に携帯を立てかけて多分写真撮ったんだろうね、うん、そしたらこういうピースが写ってたと。で、あ草写ったなと、うん、なぜなら周りにちっちゃい草が生えてるから、うん、撮ってみたけどそんなにはならんって言ってるんだよ。細さ形は一緒か。でも細さ違うやん。まあでもそのアスパラみたいなやつでしょ。ピカーってなって角度変わっちゃってるやん。信号が後ろにあってってことは携帯の位置は変わらずにだからもうこっちからこっちを撮ってるっていうパターンは一緒じゃん、うん、でこの手はこっち向きになってるやん。でも草右倒れじゃん。右に傾いてるじゃん。草撮ってる。そう撮ってる向き一緒だからおかしくない。ほら撮り方一緒じゃん。なのに手と草の角度が違うじゃん。だから草じゃないよこれ。これさめちゃくちゃ明るいじゃん。輝度下げてみる。あ出た。いやーなんか下げてもななんか白く塗ってるようにすら見えるもんね。確かにね。白で白って200色あんねん。いやいやアンミカ白って200色あんねんアンミカ来たよ。そんぐらいあんねん。てかこれ何が怖いってこの先っちょがこんな丸みを帯びるかなってことないよ。草やとして。あ確かに。ただ今ビューティープラスとかのペンでネオンってペンあるよ。こいつら俺らのことおちょくってるってこと今。いやこれさネオンでちょっぴ生やせばあいつら拾うで見えんじゃねえんだよ。俺らマジトーンで今取り上げてんの見てめっちゃ笑ってる可能性あるよ。いやもう信じよう。もう何年っすか芸歴。その中でおかしくなっちゃう。信じれなくなっちまったんだいろんなものが。確かにな。でも視聴者のことだけは信じないと。そっか、うん、そうしよう。指です。あれは指です次が最後のお話です。喧嘩家業さんから届いた怖いお話。この人また親から霊感が、うん、母親の姉が体験した話です。中古で赤い車を買ったそうです。1ヶ月乗ってトンネルを出た瞬間車の横に血まみれの子供が立っていたそうです。不思議に思っていたら子供がそれ僕たちの車なのになんで乗ってるのと話しかけてきたそうです。それ以降この車は手放したそうです。ってことは、まあ、事故にあったってことかな。うん、だもともと多分その車に乗っていた家族が丸ごと亡くなったりとかしたのかな。これ結構鳥肌立ったの。そう、子供の思いがってことで、でこれだけじゃないです。なんかトンネル系多いです、この家庭多分。トンネルズやん。トンネルズした母親から聞いた話です。愛知県のトンネルという場所に肝試しに行ったそうです。その頃はまだスマホもない時代なので口コミだけでした。男女6人で行ったそうです。トンネルに着くと一人の霊感の強い人がこれ以上無理と言って車の中に戻ったそうです。母親たちは歩いてトンネル内に入っていきました。雰囲気がとても悪くて戻ったそうです。すると車の裏に手の跡が映画のようにたくさんついていたそうです。これだけでは終わらず先ほどの続きということで、その当時はスマホもあんまなかったと、うんうん、で
今 Google マップってのありますよね。当時のその場所を Google マップで見てみるとトンネル内が真っ赤になると。普通トンネルは電気の反射で色が変になることはあるんですが、このトンネルには電気が通っていないのに赤くなります。これは普通なのでしょうか。行ってみる Google マップ。でも消えたな。本当の話すると来る。え、 Google のあの車そこまで行ったってこと。いやだからそう通ったってことでしょ。それこそ犬鳴村とかあんの。あー、いや行けんじゃねえか。あんな森の中まで行くもんな。人工衛星でも固定 してるってこと。固定なんでベイビーしたの。真っ赤ではないけど赤い点はあるね。あれ信号、多分一方通行のトンネル。あー信号か。真っ赤っつうか壁は赤いけどな。落書きえぐいな。真っ赤ではないな。赤くはならんかったね。か霊感がある人にだけ赤く見える。ああ。俺はないから。ちなみに待って、こっちじゃん。どうする、変やん。あ、なんでこんなになった。なんでこんなになった。さっき見てたのが9、そのトンネルなんだよ、うん、で、新しくもう一本できてる9がついてない方を押したら、なにこれ。これもだよ、多分ね。こういうことじゃ。赤じゃないけど、ピンクというか。なにこれ、なにこれ。出口ある、出口ある。ひひひひ、た大丈夫、出てる。めっちゃ景色綺麗。うわーうわー、治った。よし、戻ってみて。なんもない。戻してみよう。戻ってみよう。うわ、やっぱ、うわ、歪んでくる。うわ、うわ、うわ、うわ。え、なんなんこれ。ほんとじゃん。なんなんこれ。ということで、以上が視聴者が実際に体験した怖いお話でした、はい、撮りたいな心理写真。そうそうそう、やっぱこうやって動画やっていくにつれてさ、本当にヤバい場所っていう情報提供いっぱい来るじゃないですか、うん、まあそういうところに行けば撮れるかもしれないですし、うん、まあ今後行くと思いますんで、うん、ぜひともチャンネル登録してもらって、はい、で一回延期になってますけど、生放送でそういった場所行こうと。あ、はいはい、電波さえ入る場所であれば iPhone でライブ回しながら行きたいと思いますんで、うん、はい、ぜひともこのチャンネルでライブしますんで、チャンネル登録と高評価、そして通知ボタンお願いします。そしてまだまだ皆さんからの怖いお話を募集しております。証拠があるものへ 100% 採用しますので、その際には僕たちのバラエティ公式 Twitter 文章を打つ1行目に怖い話証拠ありと書いた上で動画なり画像を送ってください。よろしくお願いします。それ以外の普通の怖いお話、証拠がなくても募集しておりますので送ってください。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。どんどん死んでいく。あれ、え、本当だ。何やってる？みどりさん話しゃしないよ。ほら掴んでおかないと逃げてしまう。そうさせるように合わせを入れられる嗅覚を人生に返しはないの。疲れちゃったよ優等生。思ってる言葉も言えなくて。I'm not afraid to die.